足がつるといえばふくらはぎの筋肉がつってしまうという方がたくさんいらっしゃる中で、寝ている間に無骨根の筋肉がつってしまって途中で目が覚めるという方もたくさんおられます。そんな時はこういったストレッチがおすすめです。こんにちは、西堂鍼灸整骨院の福井です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は足がつるという中でも特に無骨根、すねの筋肉がつってしまった方、足がつってしまった方の治す方法についてご説明したいと思います。そもそも足がつるっていうのは小村帰りって言いますね。小村帰りです。大阪なんかでは小村帰りっていうこともあるんですけど、正しくは小村帰りです。どっちも広辞苑なんかには載ってるから正しいんですけど、日本語的には小村帰りが正しいです。そしてこの小村っていうのはふくらはぎのことを指します。ふくらはぎの筋肉が痙攣してしまうことを足がつった、小村帰りが起きたっていうんですが、筋肉どこでもつります。腕がつったりだとか目の周りがつったりだとか頬のね表情筋がつったりとかいろいろするんですが、今回特にストレッチをしにくい無骨根、前頸骨筋という筋肉のストレッチの方法になります。ストレッチの方法以外にも足がつらなくするための注意するべきポイントなんかもお話ししていきますので、最後までご視聴ください。それでは始めていきましょう。では今回のストレッチを始める前に、今回ストレッチをする筋肉、前頸骨筋という筋肉についてご紹介したいと思います。ストレッチや筋トレをするときはどこの筋肉に対してアプローチしているのかっていうのを理解しておくとすごく効果的になりますので、ぜひ、いやー俺の筋肉って言ってストレッチをしてください。今回行うストレッチ、前頸骨筋っていうのは無骨根にあります。無骨根っていうのはすねの骨の外側のことを言うんですけど、すねの骨の外側の膨らんだ大きい筋肉あるの分かりますか？こうやってグリッグリってこう触ってもらったらあるんですけど、ここの筋肉が前頸骨筋です。前頸骨筋はすねの骨の上の方からずーっとすねの外側を通るんですけど、足首あたりで反対内側にこう入ってきます。内側に入った筋肉は最終的に、ごめんなさい汚い足で、足の裏の親指の付け根にまでたどり着くんですけど、ここの筋肉が働くことによって足を背屈ですね、つま先を上に上げるっていう動きができるようになります。なので反対にストレッチをするときは足先を下に向けるようなストレッチが重要になってきます。それではいよいよストレッチを始めていきましょう。それではストレッチを始めるんですけど、分かりやすいようにこっちの足ちょっと裾をめくった状態でやりますね。前頸骨筋のストレッチっていうのは、先ほどお伝えしたように前頸骨筋は反らす働きをする筋肉なので、反対の伸ばす方向の運動をしていきます。伸ばす方向、つま先立ちではなくて、この状態から足を反対の足の後ろに持っていって、小指、薬指、中指が床についた状態でぐーっと膝を伸ばして背中も伸ばす、こうですね。横から見ましょう。反対の足の後ろを通して小指、薬指、中指が地面についた状態で膝を伸ばして背中も伸ばす。これで前頸骨筋、無骨根の筋肉がしっかりと伸ばされた状態になります。この状態で30秒間キープをしていただきたいんですけど、結構バランスが悪くなってしまうので、何か壁とかテーブルとかをこうやって持つようにして安定した状態でやってください。では反対側いきますね。反対側はね、ちょっとカウントしながらやってみましょう。反対の足もですね、こっちの足の後ろを通して小指、薬指、中指が地面についた状態で膝を伸ばして背中も伸ばす、ちょうどね、あのカーリングの選手みたいな姿勢になりますね。はい、この状態で20秒間いってみましょうか。いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。はい、もし今のストレッチで全然伸びてないんやけどっていう人は、この足の距離を少し後ろに下げた状態でもう一度ストレッチをしてみてください。アキレス腱を伸ばすように後ろに下げれば下げるほど無骨根のストレッチはかかりやすくなりますので、
しっかりと伸びるようになります。ですがその代わり不安定にもなりますので、しっかりと壁とかテーブルをこうやって持ったり支えをつけた状態でストレッチをするようにしてください。前頸骨筋のストレッチをお伝えしたんですが、このストレッチを朝と晩20秒から30秒間毎日やるようにしてください。最初のうちは毎日しっかりとやることで足がつらない状態を獲得することができます。そうなってきてからは感覚が空いたりだとか時々でも大丈夫にはなってきますけど、忘れないように時々は絶対にやるようにしてください。ということでここまでで前頸骨筋の説明と前頸骨筋のストレッチについてお話ししました。あとはここの筋肉がつる根本的な原因を改善するというところにも焦点を当てたいと思います。筋肉がつる根本的な原因はいくつかあります。一つは運動不足、一つは水分不足、そしてミネラルの不足であったり、あとは睡眠不足とかですね、あと疲労困憊とかいろんなものがあるんですけど、この前頸骨筋がこむら返りつるっていうのは基本的には使いすぎ疲労困憊状態にあることが多いです。どういうことかというと、あなたの普段の立ち姿勢が悪い姿勢になっている可能性が高いということです。どういう姿勢かというとですね、前に体重がかかりすぎている状態。じゃあ実際どういう姿勢が悪いのかというのをやってみましょう。前頸骨筋に負担がかかるのは前傾姿勢の姿勢、こういう姿勢みたいなイメージがありますよね。お年寄りみたいな、これだけが前傾姿勢じゃなくて、例えばですね、こうやってまっすぐ立っている状態ならいいんですけど、骨盤が前に行ってしまっている、こういうイメージですね。こういうのも前傾姿勢っていう形になります。前傾姿勢になると足の指でギュッとこう地面を、つま先立ちしてるような感じですね。体重を支えるので、ここの前の筋肉がもうすごいパンパンになってしまうんですよ。なので例えばこういう風に前傾姿勢になってお腹がぽっこりお腹になっている方は、骨盤もしっかりとストレッチをして元の位置に戻す正しい姿勢になるっていうこともすごく大事になってきます。こういった姿勢を改善することで、あなたの体の間違った使い方をしている筋肉たちはすごく喜びます。そういったストレッチの方法であったり姿勢っていうのも今後このチャンネルでは配信していきたいと思っています。今回は足がつるという中でも向骨根、前頸骨筋がつってしまうというものの治し方、ストレッチの方法についてご紹介しました。ついでに前頸骨筋って何なんだっていう内容の話と、前頸骨筋が疲れない姿勢っていうのはっていう内容もお話ししました。今回の内容を見ていただいて、あなたがどういった姿勢で普段生活しているのかっていうのを見直していただいたり、普段の生活の中でこのストレッチを取り入れていただいて、夜寝る前、そして朝起きた時に20秒から30秒ぐらいずつストレッチをしていただくことで、あなたのこむら返りが起こるつるという症状はしっかりと改善していきますので、ぜひ取り組んでみてください。今回の動画の内容で気づいた点であったり質問であったりありましたら、コメント欄に残しておいていただけると回答させていただきます。そしてチャンネル登録をしておいていただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大事に。